今回の質問、死ぬのが怖いです。結論から申し上げますと、死を恐れることを克服するには自分の心を養い、自然の営みに従うことでございます。死は自然界の一部であり、生と死は無常であることを理解し、心の平和を追求することが重要でございます。私の教えには無常という考え方がございます。これは全ての自物が常に変化し、何も永遠に続かないという意味でございます。生と死もまたこの無常の世界において密接に結びついている現象でございます。ある時、私の弟子が死を恐れ悩んでおりました。私は彼に、生と死は自然の営みであり、私たちはその一部であることを理解し、心を養うことが大切だと教えました。また国旗復霊という言葉も私の教えの中にございます。これは自分の欲望を克服し、徳を用いることで社会の調和が保たれるという考え方でございます。死を恐れることも自分の心の欲望の一つでございます。徳を重んじ、他者との調和を保つことで死への恐怖を和らげることができます。死への恐怖を克服するためには、無常を理解し、自然の営みに従うことが大切でございます。また国旗復霊を実践し、心を養うことで死への恐怖を和らげることができます。このようにして心の平和を追求することが死を恐れない生き方への道でございます。続きまして、死への恐怖を克服するためのアドバイスをさらにご紹介いたします。今を大切にする、今この瞬間に集中し、過去や未来のことに悩まず、今を大切に生きることが心の平和を保つために大切でございます。無視無我の心を養う、自分自身や他者に対する執着を手放し、無視無我の心を養うことで死への恐怖が緩和されます。大自然とのつながりを感じる、自然界と自分とのつながりを深め、自然の営みに敬意を払うことで生と死のサイクルを受け入れやすくなります。最後に私の名言で締めくくらせていただきます。天朝地球、天地ゆえん農地を各被写者、富士市古農長市、天は長く、地は久しい。天地が長く久しくあるのは、自分自身のために生きる、だからこそ長生きできる。この言葉は、天地が自己を捨てて生きることによって長く続くことができるという意味でございます。私たちも同様に、無視無我の心を持ち、自然の営みに従い生きることで死への恐怖を克服し、心の平和を得ることができます。